はい、皆さんこんにちは。今回は過去形と現在完了形の違いを見ていきたいと思います。 I lost my phone. I have lost my phone. 両方とも過去に起こったことを表現するに使われ、一見同じ意味のようですが若干ニュアンスの違いがあります。というのは、過去形は今とは関係のない終わったことを指し、現在完了形は今とまだ関係のある過去のことを指します。例えば冒頭の例、I lost my phone は、すでに解決済みのニュアンスがあります。I lost my phone, but that's okay because I wanted a newer model anyway. 一方、I have lost my phone は、未だ未解決で、それで今も困っている様子が伺います。I have lost my phone. I can't check my LINE messages. 次の例いきます。We were friends.これ、良さげに聞こえますが、実は残念な発言で、前は友達だったけど、もう今はそうでないニュアンスがあります。We were friends. He was cool back in high school. 一方、We have been friends は前から友達で、今も友達だという様子が伺います。We have been friends since high school. I know him very well. 次、I went to the gym 3 times last week.先週のことなので、もう3回以上回数が増えることはないですが、I have gone to the gym 3 times this week. となると、まだ今週のことで今も記録更新中であることをほのめかしております。次の例いきます。The professor gave a lecture yesterday. もう終わった昨日の講義を表現するのに対して、The professor has given a lecture today. He's pretty tired.こちらは本日直近のスピーチを表現するに使われます。最後、I went to Saga 3 times for business. 過去行ったことあるが、もう行くことはないというニュアンスがあります。I have been to Kyoto 3 times in my life. It's beautiful there. 何度か行ったことがあり、また今後も行くつもりがある様子が伺えます。ちなみに、ある情報サイトによる一生行かなさそうな都道府県ランキングでは、佐賀県が第1位にランキングし、京都は下から4位でした。なんでですかね。私、実家が福岡なのですが、帰った際には温泉とかいちご狩りとか、ちょっとしたお出かけで行きますけどね、佐賀。はい、ということで今回は過去形と現在完了形の違いを見てみました。最後の方は佐賀県の観光大使みたいになってしまいましたが、この動画が役に立ったな、もっとこういう動画を見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。